いや、やめろおもろい自己紹介とかできねえから女性陣の皆さん、はじめまして、高文です。いや、合ってるだろ女性陣で合ってるだろ !25 歳、獅子座の大型。A カップです。一応ね、一応気にする人もいるかもしれないから、一応ね。好きな食べ物は、鳥貴族にある謎のふわふわのやつです。あれね、あれ謎だけどうまいから、あれね。好きな女性のタイプは、鳥貴のふわふわよりもふわふわの女子です。ニュアンス、ニュアンスだから、よろしくお願いしまーす へえ、ミカちゃんの元カレ、そんな感じの人だったんだ。意外だね。ね、意外だよね。ああ、確かに。千尋ちゃんの元カレも気になる。あ、やめろよ。違うよね。クズとかじゃないよね。よし。じゃあ、千尋ちゃんの代わりに、俺の今までの華麗なる女性遍歴発表しますね。 えや興味あるからね。君ね、興味あるよね。えっと、僕、今25歳なんですけども、25年間、彼女がいたことがありません。バキバキ童貞です。<laughs> えー、見えない。ありがとうえ、誰も言ってない。誰も言ってない。<laughs> いやー、今日楽しかったね、ちいろちゃん。あ、あ、ここまでで大丈夫。あー、一応、家まで送ってくつもりだったけど、 すまあ、そうだね。キモいよね。キモいよね。よし、ここまでにしとくわ。いやいやいや、絶対キモいと思うから、ここまでにしときます。よし、じゃあ、また、みんなで、飲もう。うん。あ、ちなみに LINE とかって聞いても、まあ、いいか。でも、ね、共通の友達いっぱいいるし、そいつらから聞けばいいか。うん、そうするそうする。じゃあ、またね。また、お疲れ。いや、ちいろちゃん、今日ありがとね。 俺なんかとご飯行ってくれて。いや、ありがとうだよ。ありがとう以外の何者でもないでしょ。<laughs> てかさ、あいつらからすごい頼まれたでしょ。俺とご飯行ってって。強引だったよね。ごめんね。そんなことない。あ、本当嫌じゃなかったあ、本当あ、いやいや俺は行きたかったからね、ちいろちゃんとご飯。いや、俺は本当嬉しいよ。うん。んこの後。 ああ、この後は考えてなかったらどうしようかな。ちなみに明日は仕事あ、仕事なんだ。うんうんうん。遅めああ、そうなんだね。あなるほど。<laughs> まあ、でも仕事だったら早く家帰って休みたいよね。今日は帰ろう。今日は解散しよう。うん、今日は帰ろう。うん。うん。うん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 。 じゃあその前付き合ってた人は DV 系って言ったら変だけどちょっとヤバめの人だったみたいなことかああてかごめんねそんな千尋ちゃんが前好きだった人のことヤバめとか言っちゃっていやいやいやダメダメダメ今のは絶対よくなかったごめんなさい <laughs> あで今はこうトラウマじゃないけどまあしばらく恋愛は お休みしようかなみたいな感じになってるって感じだよね。いやいや、普通そうなるよ。誰でもそうなると思う。うん、そりゃそうだよな。ああ、全然全然。いや、俺でよかったらいつでも話聞くよ。ほら、悩みとかってさ、なんか共有するだけで楽になるなって思うからさ。うん。まあ、恋愛も急いでするもんでもないと思うし。慌てずに。うん。明日明日も一応仕事だけど。 あ全然平気、全然平気。あの、俺3時間ぐらい寝れたら大丈夫な人だからさ。気にしないで。うん。<laughs> うんああ、ちひろちゃんと、うん、いい感じなのかとかは、うーん、よくわかんないや。<laughs> まあね。そうだよね。二人で会ってくれるってことは、まあ悪くは思ってないんだろうなとは思うけど、 まあ、ねって感じだよね <laughs>。いやいやいや、みんながお膳立てしてくれてるのは本当に、本当にそれはありがたいんだけど。ああ、いやいや、好きだよ。好きだし、付き合いたいとは思ってる。けど、でもまだ知り合って2ヶ月ぐらいだしね。うーん、告白しても、OK してくれるかどうかわかんないしね、うん。まあね、まあね、だからこそもちろん告白するんだけどね。まあね。うん 今なのかなでも、タイミングがむずいよね。ちょっと早い気もするんだけどね。やっぱり千尋ちゃんが、あの、好きだなと思いました。付き合ってください。えもう完全に友達 ひろちゃん僕と付き合ってくださいお願いします本当に付き合いたいと思ってるよやっぱり今回の方が前回の8回目の告白の時よりもより好きだなって思うしね